高須幸子5月16日隊は、静岡県掛川市出身のフリーアナウンサー。元、NHK 静岡放送局契約キャスター。静岡県立掛川西高等学校を経て、武蔵大学卒業後、他の仕事を経て2003年 NHK、静岡放送局のキャスター採用試験に合格。当初は、昼前の情報番組担当であったが、後に、 夕方の情報番組にシフト。静岡の夕方の顔として活躍したほか、東京発の情報番組にも静岡のリポーターとして登場する機会もあり、全国的にも知られることとなった。2008年に結婚。直後に夫が東京へ転勤となったこともあり、2009年3月で静岡局を退局した。状況後は、オールウェーブアソシエツに属し、 フリーランスとして活動。2010年3月から担当していた東京マーケット情報のキャスターを出産準備のため2014年12月30日をもって降板。2015年3月2日に第一子を出産した後の2016年4月4日から同番組に復帰したが2019年3月29日をもって第二子出産準備のため再び同番組を降板した。 おじは出版プロデューサーの高須元次、いとこは編集者、格闘技ライターの高須はじめ一郎。ありがとうございます。